ワイパーの中村です。やってきましたミリタリーウェアハウスガレージフェスイベント以来ですね。私倉庫訪れるのは本日はアメリカからちょっとね面白いトリッキーアイテムから鉄板ネタ王道のアイテムまでたくさん入荷しますんでご紹介していきたいと思います。お楽しみに。はい、紹介していきたいと思いますけど、まずは本日のコーデのご紹介ですね。本日は5月の2日の木曜日ということで、くしくも前日にですねこの US ネイビーのソフィーのショーツの YouTube 動画が公開されて、ちょうど本日の19時から販売ですね。まあ動画公開される頃にはもう販売開始してると思いますけど、でコーディネートを組んでます。上はグッドエアのスーパービッグのロンティーですね。でもちろんソフィーのショーツに、ちょっとこれもね最近じわじわしてますリックスティックのアシンメトリー合わせですね。こっちが通常のもの、あこっちがリバースでこっちが通常なんですけど、それをあえて片方ずつ履いてこうやって遊びを聞かすというね、今年の夏個人的には大流行りします皆さんもぜひやってみてください。でまず第1弾ですけど、すごいです。今回ね米軍のカーゴパンツといえば、むしろミリタリーの軍パンといえばの代名詞、アイコン的存在の6号カーゴパンツですね。こちらが3500本入荷しました。すごくないですか。これは85年のものですけど、もちろん皆さん OD のものはね市場ではヴィンテージとして高額で販売されてますけど、同じ6号カーゴパンツの実物が3000本を超えて入荷できるって、この2024年にですよ。すごいですよね。ただうちは今当たり前のようにありますけど、結構ね他の古着屋さんとか探してもデッドの6号ってなかなかありそうでないからですね。やっぱこれがねサイズも選べますし、やっぱうちの場合はねこれを黒に染めてるものとディープブラックに染めてるものと、でそこからまあショーツにしたりとかかなり派生していろんなこのシリーズありますんでね、長い目を見てあるうちに買っとけ精神で仕入れ強化中でございます。だからこれ今回ねディープブラック、通常のブラック欠品が続いてますんで、ここからまた染めに回して皆様にお届けすると思いますので楽しみにお待ちください。はい、続きましてこちらですね、先ほどご紹介した6号カーゴパンツのライナーですね。ライナーが今回は約1600本入荷しました。マジでこれ私もちろん愛用中ですけど、6号カーゴパンツ持っててライナー持ってないからマジで騙されたと思って履いてみてください。まず防寒性マジでめちゃくちゃ高いですし、何より気持ちいいです。本当にね履き心地がすごいいいんですよ。で今はね最近ではこのパンツだったりライナージャケットもありますけど、それをリメイクしてバッグだったりとかエフェクツバッグとかいろいろ作ったりしてるんで、リメイクのネタとしても資材としても今はかなり貴重な存在になってきましたんで、パンツを持ってるライナー持ってない方はマストで、でさらにここからリメイクしてバッグ等をお届けすると思いますので楽しみにお待ちください。はい、続きましてこちらですね、旬なものが入荷しましたね。というのも今週のミリステでうちの7がご紹介した一押しアイテムがチョコチップだったんですけど、なんとナイスタイミングで、なかなか入ってこないですねってその時言ってたんですよ。そしたらナイスタイミングで入ってきました。ただただわずか40枚ですから、やっぱそれぐらい貴重なものですね。しかも嬉しいことにミディアムの 2XS ショートです。だからミディアム身幅は結構あって着丈がめっちゃ短い、だから小柄な方レディースの方であればもうゴールデンサイズですね。昔も BDU ウッドランドでもあったんですけど、私もめちゃくちゃドンズバなサイズです。でやっぱ3カラーに比べるとこのチョコチップはね玉数が少ないんです。生産数も採用期間も短いので、で3カラーがもうその名の通り3カラーですね。これチョコチップで結構有名ですけど、6C っていう6カラーって言われてるんですよ、シンプルに。だからこれ実は6色使われてるんですね。濃いブラウン、薄めのブラウン、ベージュっぽい色、グリーンがかったベージュに白と黒ですね。だから 6C カラー、6色使われてる迷彩っていう形、まあチョコチップで有名だと思いますけど。で今回なんとねパンツも一緒に入荷しました。はい、チョコチップのカーゴパンツですね。サイズはスモールロングで約140本です。まあただねスモールロング、まあだから股下が長いんですけど、ドローコード入ってるんで、まあ縛って調整もできますし、まあロールアップで対応できる方も多いと思いますんで、ウエストのサイズが合う方はすごいいいと思います。やっぱ夏履きたい迷彩ってなったら、まあ、今はねイギリスのデザート DPM と米軍だったらやっぱり3カラーかこのチョコチップになってくると思いますんで、季節的にいいと思いますんで、まあわずか140本で、ジャケットに関しても40枚なので、しかもいいサイズだから結構早めになくなる可能性あると思いますので、再入荷通知楽しみにお待ちください。はい、続きましてこちらですね、久しぶりの入荷ですね。昔は
デッドで販売してたんですけど、今回ユーズドで入荷しています。こちらテントステークバッグですね。まあテントのペグを入れる袋です。まあただまあそうだけに限らず、まあサイズ感としては程よいサイズ感なので、普段の生活でも使えると思います。今回ユーズドなんで、ちょっと個体差でね、色味がこうやってね、グリーンが強いものとか、ちょっと落ち着いている色味のものとかあります。こちらが、約400点で入荷してます。デッドの販売はあったんですけど、ユーズドは初なんで、まあオンラインでの販売楽しみにお待ちください。まあ、ただ何度も言いますけど、やっぱこういう OD のナイロンに黒のステンシルが入ってるだけで、私はねかっこよく見えちゃうんですね。無駄に欲しくなっちゃうんで、これ覚えておいてください。そしてこちらも久しぶりですね。はい、スペアバッグ、今回デッドストックで100個ですね。可愛いんですよ、見てください。こうやって袋に入った状態で開けると、このキャンバス地のものが入ってるんですけど、これももう絶妙なサイズ感ですね。手のひら大ぐらいですかね、こんな感じで。まあ小物入れとして使える、バックインバッグとして使えると思いますんで、まあこちらもデッドストック、なんかねもうこのまま届いたらちょっとテンション上がっちゃいそうな可愛い感じのパッケージに入ってますんで、オンラインでの再販を楽しみにお待ちください。はい、続きましてこちらですね、私が履いている US ネイビーシリーズの先代にあたるちょっと古いやつですね。スウェットパンツ、トレーニングパンツですね。これはやっぱね、縦に入っているこのプリントですね、リフレクティブの可愛いですよね。なんかレトロな感じで、90年代のアメカジ好き、古着好きの方ならこのデザイン刺さるはずです。これはねポケットがないんですけど、まあ私あの実際にパジャマで着てます。これのフーディーパーカーもあるんですけど、なかなかねパーカーも含めてマイサイズで状態いいもの実は結構ないんですよ。だから今回このデッドストックでわずか50本、しかもサイズが全部 L ですねになるんで、該当の方ルームウェアとしてもファッション着としてもすごいデザイン性高いんでいいと思います。そして続いてこちらですね、やっぱ今年の夏はジェネラルパーパススモークシャツが一世を風靡しそうですけど、こちらもお忘れなくということで、米軍のトロピカルシャツですねが、約50枚入荷しました。あのパーパスの方に比べるとこの裾のラウンドしてるのが特徴ですね。ただやっぱトロピカルってついてるぐらいなんで、熱帯地域、暑い地域で着用することを想定されてますので、涼しくも着れます。で今トレンドでもある解禁ですね。だからでしかもウエスト若干シェイプ入ってますけど、 L ぐらいになると身幅十分余裕あるんで、サイズ感としても今っぽく着れると思いますんで、こちらジェネラルパーパスとトロピカルシャツともに夏推しのミリタリーシャツになってますんで、ぜひチェックしてみてください。はい、続きましてこちらですね、ネクストヴィンテージというかもうすでにヴィンテージですけど、51のウールパンツが今回120ですね、こちら約120本入荷しました。今回はデッドストックです。これ1個前の便でユーズドが入ってきたんですけど、デッドはその時1本もなかったんですよ。だからあそろそろデッドが入手困難になってくるのかなと思って、まめにまめにストックをして、もう絶賛仕入れ強化中なパンツです。まあね、もうディテールデザインともにシンプルイズベストですから、太く履いて小切れスタイルでサスペンダーで釣ってもよし、ストリートっぽく着こなすもよし、結構マルチに使える1本だと思います。そしてこちらですねはい、ACU のコンバットパンツが約140本入荷してます。この ACU アーミーコンバットユニフォームですけどね、カラーでいうと UCP ユニバーサルカモフラージュパターンという色になるんですけど、これね8ポケなんですよ。実はカーゴポケットの下にこちらにもついてる。で実はこれニーパッドが入れれるようなディテールになってるんで、ここにね、はい。そして贅沢にもこのカーゴポケットが実はスラントちょっと斜めになってて、わざわざなんですけど口を縛るためのストッパーついてるんですよ。これは贅沢ですね。ディテールが結構細かいです、この実はコンバットパンツ。そしてベルトループでついてるんで、ベルトで縛ることもできるんですけど、なんとウエストにはドローコードもついてる。なかなかハイクオリティですね。ディテールの数がすごい凝ってます。だからこのパンツね、実はすっげー使えるやつなんですね。しかも夏に、まあ先ほどねちょうど今日あの 6C デザートチョコチップ紹介しましたけど、 ACU もなんかちょっと涼しげじゃないですか。デジタルカモとしてはすごい春夏に最適な色味になってますんで、ぜひこれを機に ACU コンバットパンツご検討ください。はい、続きましてこちらですね、こちらも旬なネタですね。先日のミリステでアーミーのトレーニングティーがなかなか入手困難になってきたんで、ユーズドでもサイズが選べるのは今のうちですよとか言ってたら、ロンティーが今回はデッドストックで約140枚入荷しました。これねサイズが 2XL なんですよ。
去年 3XL の丈を短くしたロンティーバージョンと 2XL の丈を短くしたバージョン、こちらの場合はリラックスフィットという感じで販売してたんですけど、その元ネタとなるサイズです。まあね、該当の方 2XL がちょうどいいよっていう方は日本の場合は少ないと思いますので、今回の140枚もリメイクの方にひょっとしたら回すかもしれないです。もうデザインは至ってシンプルなんですけど、やっぱロンティーになるとモックネックなんでね、ちょっと首が高いのがちょっとデザイン性が高いかなと思います。で、今回嬉しいことになんと T シャツのデッドストックで、しかもミディアムといういいサイズで400枚入荷してます。これは嬉しいですね。前回もうユーズドじゃないとサイズ選ばなくなってきてますよって言ったんですけど、デッドでなんと400枚。これ私も実際にランニングで着用してるときは M サイズを着て走ってますね。まあ私服でもいいサイズです。なんで M ちょっとちっちゃく感じるよっていう響きで思ってる方多いと思いますけど、わりかし大きめのサイズなんで、まあ L 相当ぐらいあると思いますよ。だからこのデッドストックのね、入荷は希少になってきてますから、本当速乾性も高いからすっげー夏場重宝する1枚です。 This is military T シャツ、アイコン的な存在なので、持ってない方はぜひこれを機にご検討ください。はい、続きましてこちらです。冒頭のオープニングでお話しさせていただいたトリッキーなアイテムというのがこちらですね。なんと米軍のね、陸軍だったり空軍の基地の中にはボーリング場があったりするらしくて、その中で使われてたボーリングのピンが今回わずかに12本入荷しました。これ可愛いですよね。なんか無駄に可愛いですなかなかボーリングのピンって実際手に取ることってなくないですか。ボーリング場行っても触ることはないからですね。けどなんか個人的にはこれディスプレイとしてもいいなと思って、今回ちょっと少量試しで入荷しました。もし皆様これね欲しいよっていう声がたくさん上がれば再度アメリカで探してみますけど、なんかいいですよね。このデザインもまた良くないですか。このなんとなくおしゃれ、日本のボーリングのピンも同じかもしれないですけど、このアメリカ背景、しかもミリタリー背景でボーリングのピンなんてなかなかお目にかかれないからですね、ひょっとしたらまあ12本なんでうちの店舗の方でディスプレイとして飾ってるかもしれないんで、あの時入荷したあれだと思ってください。無駄に可愛いインテリアとして重宝する米軍放出のボーリングのピン、なかなかないと思いますんで、ぜひ店舗で探してみてください。はい、本日最後にご紹介するアイテムはこちらですね。米軍の、はい、スノーカモパーカーが約60枚入荷しました。一応今回デッドストックなんですけど、やっぱね年代が古いものになってきてるので、保管汚れでこういう風に汚れてるやつがあるんですよね。なんで、まあ、うちの場合はこういったものを染めてます。染めて皆様にお届けしてるんですけど、これがねやっぱ分かりますかね。見てください、これとか だいたいこうやって5枚ワンセットでくくられて保管されてるんですよね。これとかもう綺麗にこのまま完品シリーズなんですけど、なんでこうやって空気に触れる部分だけが汚れる、一番上の商品だけ汚れるみたいになるから、この間にあるやつは比較的綺麗なやつが多いんですよ。だから同じデッドの入荷でもこうやって住み分けして、このまま売るやつと染めるやつと分けてます。ただ言うてもね、このスノーカモパーカーも実は初期、中期、後期ってあって、今回のは中期ですね。コットンナイロンのものが入ってきてますけど、なかなか現地ではデッドになると入手困難になってきてますし、金額はマジで上がってきてますんで、今のうちが買いだと思います。前から探していつか欲しいなって思ってる方は前向きに検討していいと思います、ぜひ。はい、先ほどスノーカモ最後とお伝えしたんですけど、実はもう1点ありました。なぜかと言いますと、わずか1点の入荷だったので危うく見落とすところでしたけど、メイン品が入荷してます。米軍の M47 ベイカーパンツですね。13スターのヘリンボン、やっぱこれはねちょっとサイズはかなりちっちゃいです。ウエスト多分75ないぐらいですかね。ですけどこれはもう見るだけでちょっとかっこいいですね。やっぱりね、この年代の40年代のヘリンボーンのこの筋のくっきり出る感じがやっぱもう鑑賞用だけでも欲しくなっちゃうぐらいで、今回13スターボタンも全部欠損なしですね。バックの2ポケットとウエストも含めてあります。やっぱこの年代の P41 海兵隊のもそうですし、陸軍のこの47はねもう市場ではなかなかサイズが出てこないですね。やっぱあったとしても今回みたいにちっちゃいサイズとかボロボロのやつとか多い中、めちゃくちゃ状態はいいですね。なんでこれレディースで探してる方は逆にこんぐらいのサイズないかもしれないです、状態がいいやつは。なんでまあ1本だから今回おそらく店舗かもしくはベースだったり、本店のみでの販売になるかもしれませんので、楽しみにお待ちください。めちゃくちゃかっこいいです。
はい、アーミーティーの M サイズを着てみました。やっぱりね、通常の M より大きいと思いますよ。結構丈もあるんで、自分のベストはおそらく S なんですけど、ちょっと今っぽく大きく着るなら M、 このサイズを選びます。なんでサイズの参考になればなと思います。本当これはもう普通にいいです。めちゃくちゃ使える一枚なんで、ぜひ。はい、ということでチョコチップのスモールロングですね、入ってみました。やっぱロングということもあって、普段だったら2回ぐらいでいいんですけど、ロールアップを4回してますね。まあけど全然履けるサイズでした。でチョコチップって意外とあれですね、細からず太からずぐらいの結構綺麗なシルエットなんで、個人的には新鮮だなと思ったんで、めっちゃいいと思います。ぜひ。はい、今回は1点だけ入荷したビーカーパンツを履いてみました。158センチの私で、1回だけロールアップして履いたらちょうどいい長さでいいと思います。で個人的に、やれてるのが好きなので、やれ感もあってとてもいい一本だと思います。チェックしてみてください。はい、ACU のコンバットパンツの、これもミディアムのロングを履いてます。で、ウエストはミディアムだから大きいんですけど、お伝えしたようにドローコード入ってるんで、ベルトなしで履いてます。で、ロールアップせず今回はドローコードをこっちも絞って履いてますね。なんかね、肌触りがちょっとひんやりして涼しく履けそうな感じです。色味と着用感ともに今からの季節におすすめです。チョコチップのミディアム 2XS ショートを着てみました。丈の長さもね、ちょうどよくて、ちょうどお尻も隠れていいと思います。ミリステでも紹介したんですけど、このデザインが可愛いので女性にも男性にもおすすめです。チェックしてみてください。バイバーイ。はい、ということで今回アメリカの便をお届けしました。6号カーゴパンツウッドランドの3500本だったり、ライナーの1600本、今回は、ね、80年代前後のアイテムが多かったですけど、やっぱ個人的にはトリッキーアイテム、ボーリングのピンやばいですね。おそらく店舗に飾ってますんで、店舗にお越しいただいた際はぜひチェックしてみてください。それでは皆様、またミリタリーウェアハウスでお会いしましょう。さよなら、バイバイ。はい、今回は1点だけ入店した、入店バイバイ。もう1回行けたのに。